パワーが発表された公式サイトは26日、日時間27日、毎週更新されるチームのパワーを発表。ドジャースが前回4位から1位に浮上。40塁打マイナス40盗塁を達成した大谷翔平投手のプレーが大きく評価された。ドジャースは前回4位だったが、ヤンキースやフィリーズを抜いて首位に浮上。同サイトのウィル・レッチ記者は、歴史に残るシーンによって新たな1位が決定との見出しで報じた。同記者は大谷について、数十年経って私たち全員が、翔平大谷が成し遂げたすべての驚異的な活躍について話すとき、史上初の8月に40から40を達成した直後にトミー・ジョン手術後初のブルペンに入ったことも忘れるなと、活躍の裏でリハビリも順調にこなしていることも指摘した。2位は前回とは変わらずヤンキースとなった。ジャッジは25日、同26日には1試合2発で51塁打に到達。シーズン63塁打ペースでアーチを量産している。同記者は、今週のヤンキースの称賛が表現された表紙を作成するときに、アーロン・ジャッジという単語を連発しないことは、まさに難しいことだと説明した。同記者は、彼が成し遂げていることは、生きている人は誰も見たことがないことかもしれない。彼の今シーズンの活躍ぶりは、右打者史上最高の可能性があると大絶賛したが、今週に関しては偉業を成し遂げた大谷を上に位置づけたようだ。3位には前回1位のフィリーズ、4位は前回3位のオリオールズとなった。フルカウント編集部。